らっしゃってます。はい、こんにちは。ちょっとラグあるんで皆さん今多分入ってきていただいてます。いや、もう3人の人で今日は初めて、もう疲れて私はもう帰りたい気持ちでいっぱいなんですが無理やりやらされてますそう、皆さんとお話がしたいということでありがとうございます。30秒ぐらいとラグが、30秒もラグあるの？はい、おそらくですね。ああ増えてきました。今多分公開の通知が先にちょっとツイートさせていただいた。でもまあこの時間みんな忙しいから。そうですね、もうお夕飯の準備早めに来た終わらせてやってこんにちは、こんばんは、お休みの人も、うん、はい、皆さんこんにちは、こんにちはもう今日、今日めっちゃ暑いよね。昨日より5度、5度以上、5度ぐらい、あの日が高い、日が高いっていうか、なんていうの、気温が、気温が高かった。ちょっと、さすがに気温が上がる。明日も暑い。湿度も上がりましたよね、昨日から今日にかけてね。うん、朝とか明日も暑いって、そう、ニュースで言ってた、今日。あら、もしかしたら痩せたって。痩せてないですね。痩せなかったです。冷ややっこ食べてました。冷ややっこ、俺も最近食べてるわ。冷ややっこって醤油のみで食べる。皆さんいかがですかね。俺はね、ネギと生姜と醤油だね。おう、まあ、普通だよね。みょうがとかしそとかは使わないですか。ああ、めんどくさい。チューブで済むやつ。はあ、疲れたね。今日は練習もあって、あ、今日は練習してないです、ね、今日は休み、今日休みで朝から教習行って昼までそっから風呂入って、風呂っていうかサウナ、うん、最近サウナハマってるから、おろろろ、サウナあれなんか整う、うん、なんか流行ってるじゃないですか、うん、今それを信じてなかったです、うん、あの前まではサウナ水風呂そのままサウナに入る、うん、あのおじいスタイルだったんだけど、あのちゃんと最近はあの浴をする、なんていうの、外気浴、うん、外気浴もしてるから、それハマったわ。ちょっと持っちゃう、気持ちいい。あれ聞いた割にちょっと触れてない状態になっちゃって、今皆さん続々と買いといて、オクラ乗せて食べました。青じそドレッシング、青じそ、青じそドレッシングですね。あとこれなんかキムチ出てこん、消えんだけど、すぐ多分、ね、頑張ればこうやって戻ってきます。あ、オクラのせさ、醤油と鰹節、あ、鰹節もいいよね。辛いタレ、あ、キムチとこ、あ、すごい、キムチわかる、ごま油、あ、美味しそうですね。ちょっとキムチ飽きたなクーラーついたそうですね。どういうこと？あのブレックスコートに、ああ、そういうことね。あれついた状態で昨日練習されました。うん、うん、どうでした、快適に？まあまあ涼しく気にしてなかったなめたけ、あ、確かに味あります、ね、この間なめたけ買った、久しぶりになめたけ食べた。ちょっとトライしてみていただいて、青でも全部食べたもん、青と入りの なんかなめたけみたいな、青さ、青と赤唐辛子じゃなくて青唐辛子、山椒漬けの醤油かけるよ。あ、山椒最近俺食べれるようになったからね、前まで山椒嫌いだった、うん、タイから見てます、すげえ、すごい、コプリカ、コップンカ、あ、でもあれ男性は短く言うとかありますよね。トモコシ食べた、食べてないよ。あ、渡辺選手のところじゃないですか。食べるラー油乗せるの好きだ。食べるラー油って何でもうまいよね。確かに、蒸し鶏みたいなのにかけてもうまいし、うん、サウナはあのグッズとかハットとか被るんですか。あ、そんなのしない、もう己のまま、己のままタオル一枚、シューシュー言ってるんですね。皆さんご質問があればぜひ投げていただいて。質問ない、お腹空いて、お腹めっちゃ空いてるからもう帰りたいもん。あ、韓国海苔ね、いい、ちょっとそれ韓国っぽいから嫌だよね、キムチとか。あ、プレシーズン、先ほどあのアウェイの川崎さんとのプレシーズンゲームの日程が DS ちょうどされまして、プレシーズンゲーム楽しみ。それって
公開でされるんですか？今ね、あ、そうです。今年は公開されるので、どこであるんですか？川崎の等々力アリーナです。そうなんですね。9月16日土曜日、3時からです。はい、終わります。9月16日ね、はい。で、まあ、ブレックスのプレーシーズンゲームも予定が決まり次第またお知らせできると思います。はい、はい、ヘルメットかぶってる姿みたい。それは無理だね。なんかいろいろつけるんですよね。そう、防具めっちゃつける。肘、膝、胸、それこそサウナみたいに。いや、めっちゃ暑いよ。しかも教習って3時間連続で乗っちゃダメなの、バイク。2時間までは連続で乗れて、うん、1時間休んで、1時間休まなきゃいけない、ね、1時間。しかも1日に3時間しか乗れないんだけど、その滞在時間めっちゃ長いですね。そうなんです。その空きの1時間が厄介。ガチガチ装備、ね、でも安全に。あれ装備しないとマジ、最初の頃はマジ危ない、うん、絶対。まあ、慣れた頃が一番危ないんだけどね。そうですね、実際本当に気をつけていただいて。バイク危ないよ。確かに危ないよね。知ってるよ、危ない。そんなんやったら車も危ないし、歩くのも危ないからね。そのために免許取って、ちゃんとどこに危険が潜んでるか、はい、しっかりしてるんです。まあ別に乗るとは決めてないけどね、じゃあバイクを買うとかもまだ決まってないですか？全然決めてないですね。でも大人になってこうやってね、なんか新しいの撮るのも楽しいですね、うん。今、あ、パーマやめちゃったんですか？今はパーマもうやめました。ヘルメット入んないから。入るんだけどちょっとなんかコードしてるな。それがしかも暑いしさ、ヘルメットかぶってるとそれが嫌でさ、髪切っちゃった。想像しちゃった。結構バイクもいいけど持ってる人多いよ多分。教習所のもそれなりにやっぱりいるしね。結構年齢層幅広いんですか？うん、普通に大学生みたいな人たちから結構年上の人まで。あら、やっぱ男性の方が多いですか？女性の方もたまに。あ、でも女性も普通にいる。でも最近ちょっと減ったかな、うん。まあ、みんな撮り始めて、春ぐらいから撮り始めてもう撮っちゃったとか。今確かに一番気持ちいい時期というか、なんですかね。もうちょっと手前か。夏場のヘルメットはしんどい。最悪。しかも手袋もするしさ、長袖長ズボンじゃないとダメだから。気持ちめっちゃ暑いよ。まあね、乗るってなっても長ズボンの方がいいですけど、うん、教習楽しい。楽しくはないね、別に。早く終わってほしいと思う。なんか一緒にグループでやる方とお友達になったりしないですか？あ、そのグループとかない。あ、ない。最高で2人だろ。あ、1人の 教官に2人でも少ないから、時間帯に行ってる時間帯が少ないから、だいたい1人。あ、じゃあ2人の時もあるけど、うん、基本的には1人かな。最近っていうか。先生に仲良くなったりとか、先生とか。いや、全然もう集中しているから。はい。あ、熱中症に気をつけてくださいね。確かに暑いしね、うん、てか俺らまだ体力があるけど、そうです、ね、普段外にいない人とかやばいからね。死んじゃいます。今日、明日もやばいし、うん、てか梅雨ってまだ明けてないんですか、栃木県宇都宮市。発表はされてないんじゃないですかね。今年の梅雨ってなんか梅雨が明けたって言われても結局また雨降るらしいですね。あ、でそのまた止んで晴れるのが続いてまたちょっと雨降るって。そんな。そうでも栃木ってどっちでも夕立みたいなのあるし、そういうのに慣れてるんかな。確かに雷も。教官の後ろに乗ることありますよね？ありません。ありません。あ、ないんだ。まだ乗ったことないです。多分ないと思うんですけど、なんかそのパターンもあるのかね、うん。夏に信号待ちトラックに挟まれて地獄です。確かにね。じゃあ、暑いよね。温風が来ますね。熱中症皆さん気をつけてくださいね。室内でもなるらしいんで、空調つけてなかったりしたら。夏好き、まあ嫌いではないけど、なんだろうね。春夏秋冬だったら。春秋。いやでもあんまりどれもどれって感じだよね。どれにも良さがあるし
あの良くないところもあるみたいな。夏の良さは、夏の良さはなんか夏って感じがして、やっぱなんかいい、いいじゃんっていう感じ、うん、うん、でも暑すぎるっていうのもあるしさ、うん、ですね、秋はなんか気温はちょうどいいんだけど、花粉は秋じゃないか、春、まあ秋にもありますけど、まあ、春の方が、うん、なんかそういう春の方が、うん、春は花粉、うん、気温はちょうどいいんだけどね、うん、秋はよく分からん、うん、新加減の選手会いました、しけくん、しけカイト、うん、なんて呼ぶんですか、いや、なんて呼ばれてんのって聞いたらカイトって言ってたから、カイト、今のところはね。どんな印象でしたか。いや、なんか爽やかだった、めっちゃ。虫いけますか。虫平気だよ。そう、遠藤選手とかね、全然ダメとか、他の選手もいるけど、もう全然ガッツリつかめるんです。全然余裕、洗えば触ったって平気だから確かに。村木君は気合い入ってます。確かに村木選手、村木氏入って気合い入ってる、めっちゃ気合い入ってるよ、めっちゃ頑張ってる、うん、いつ行ってもいますもんね、うん、今年も海釣り行くんですか。行きたいね。あら、行けるんですね。しけくんと東京、福島、うん、笠井くんとなんかお借り会しました、しまして、してません。あ、でも、あ、怖いってなかったですか。あ、結構前に行ったね、うん、なんかお写真撮られてましたね、うん、田原が来てた。そうです、田原と行って一緒に。そうか、田原選手と笠井選手も群馬で一緒だったんですね。そうそうそう、群馬で一緒だったから、知り合いで、うん、皆さん元気にそれぞれの地で。田原選手もちょっと遠くですもんね。うん、違う。可能なら帽子取ってください。可能じゃないです。これたまにこうやってしてるか、それでいいじゃないですか。無敵っぽいですか。苦手なもの、苦手なもの、なんなんやろうね。まあ、ないかもしれない。食べ物も苦手。あ、トマト。おお、トマト無理。怖いものとか。怖いものはない。死言ってみたいな。お、死が怖い。大きいテーマできた、うん、トマト美味しいよってみんな、美味しいよって言われる。あなたは、ジュウさん、あなたは何が嫌いですか。おう、そう、嫌いなものをさ、美味しいよって言われてもあの、なんとも思わないんだよね。フルーツみたいだからとかね、言われますけど、うん、そういうことじゃない。そういうことじゃないんだよね。あ、ヒゲは熱くないんですか。確かに熱くない。髪の毛とかちょっと熱いじゃないですか、増えてて、うん、熱い。そんなこと、街中で見かけた時、こんにちはとお声かけても大丈夫ですか。それは大丈夫ですけど、結構僕塩対応なんで、よろしくお願いします。あ、上杉さんもね、お兄さんも結構生やしてらっしゃる。確かに、兄貴、ビア T シャツもね、今日飯の飯になって、うん、あ、好きな麻雀牌ありますか。そう、別にないね。あ、最近も変わらずお熱な感じですか、麻雀。うん、麻雀全然してない。うん、それはそう。あ、トマト嫌い、トマト嫌いし、うん、多いね。好きな食べ物ってあんまないかもしれない。これがっていうのはない。いっぱいある、いっぱいありすぎる。いい、わんぱくな回答でいいです、うん、いっぱいありすぎて言えない。旅行に行こう、おすすめのご飯屋さんありますか。宇都宮、うん、吉野家じゃね。松屋か。いや、好きやかな。いや、それぞれありますからね。いろいろあります、美味しいところ。今日の夕飯なんですか。あんまないですね。よくテレビ、よく見るテレビあんまりないですね。テレビマジで見ないですね。血液型教えてください。血液型 A 型です。でも最近の血液型知らない人多いでしょ。ああ、まあそうです。すぐ測らない人増えてきました。うん、外国籍選手とかも結構知らない人とか不明な方多いです。うん、YouTuber 毎日見てるよ、マジで。ずっと見てる。
プレミア会員だからね、広告ないからずっと見れる、ね、まあ、たくさん見るんだったら、うん、いいかコストパフォーマンスですからね。さあそんなわけでいい時間になってまいりました。あ、いい時間になりましたね、はい、そろそろ終わりますね。あと質問何個までいきましょう。いやもう終わりです。1,2,3 最近見た映画で面白かったものありますか。最近映画見てないですね。何かありますか逆に。そでね、人口が喧嘩してて知らんわ、そんなの。なんで YouTube、 まあ釣りとか、まあいろいろ、田臥さんって小さすぎるな。あ、広告、ライブ中に広告が、え、ライブ中も広告出んの？出ないかな、その後に載せたやつですかね。あ、うん、かもしれない。あ、サンクチュアリ見ました。おお、どうでした？めっちゃおもろかった。結構ね、あれやばいね。あれ面白いね。役の方も最近テレビ出られてて、ちょっとまだ見てない。あれ2あるんかね。いや、制作してんのかな。ね、でも反響によってはあるしそうですよね。すごいですよね。あれめっちゃおもろかった。うん、あれちょっと久々に。あれおもろいよね。しかも北九のやつだし、なんか北九の方言久しぶり聞いた。質問が止まりませんか。あ、もう終わります。皆さんもうお腹空いたんで帰ります、うん、明後日の代表戦、明後日代表戦なの？はい、浜松でございます、土曜日に田臥選手があの日テレさんのレジェンドキャスターとして、どこと、どこだったかな。そうね、皆さんのおかげで、できますよ。どこですか皆さん。大したいだけだった。まあいいや、あ、台湾、うん、台湾です。台湾です。じゃあ応援してください。アイザックとのプレシーズン、プレシーズンってかあの親善試合、親善試合は日本であるんですよね、はい、オープンアリーナで、大田区のオープンハウスアリーナ、はい、皆さん行けたら行って、行ってあげてください。じゃあ皆さんさよなら、熱中症に気をつけて、また会う日まで、スクショさよなら、スクショタイム、これがスクショタイム。おお、こう、並行して発信してた。太田で行くよ、チケット。チケット完売、太田はね、もう完売してました。そうなんだ。じゃあ、配信ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい。来シーズンまで最後、一言。頑張りましょうね。はい。3。はい、大丈夫です。